皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。ご無沙汰しておりました。先日8月7日に退院をしました。皆様に本当にご迷惑ご心配をおかけしまして申し訳ありませんでした。そしてたくさんの励ましというか応援のメッセージをいただいて、なかなかこう返信もできず申し訳なかったんですけども、本当にたくさんのメッセージすべて読ませていただきまして、本当に心強かったです。ありがとうございました。昨日のですね、アンバサダー動画と配信がちょっと逆になってしまって申し訳なかったんですが、退院はしたんですけども、本当はまだまだ入院しててもいい状態ではあります。ただ3週間入院して、ちょっとどうしても私の心が入院に耐えきれなかったっていうこともあり、毎日、通院でもいいので退院させてくださいっていうふうにお願いをして、その抗生剤も取れたし、点滴をする必要性もなくなったので、毎日ちゃんと火傷の処理を自分で行えるのであれば、まずは退院してもいいということで退院をしました。やけどの状態はまだまだ包帯ぐるぐる巻きな感じですし、足の状態も皮膚まだ張ってないところもたくさんあって、処置をしていかないといけないんですが、皮膚移植についてはすることなくこのまま治せるということだったのでよかったなと思っています。で、入院中のことについては兄の方からも動画を出していただいたんですが、2週間は38度がずっとこう続く状態でした。皆さんが思う38度よりは、私多分熱に強いので耐えれてたんですけど、なんかもう何も考えることが、できなくて、ただただぼーっとこう動画を見たり、なんかもうドラマを見たりしてる日々が続いてましたね。ただ今でも熱はあります。日中、朝は何でもないんですが、日中こんな風にこう車椅子に乗ってたりすると、どうしても37度、マックスで37度5ですねくらいは上がってしまいますし、入院時肺炎も一緒に併発してしまって、それはずっとベッドで寝てたことによってのこう肺に水が溜まったことでの肺炎だったんですけど、お尻に火傷があってなかなか起き上がってる時間っていうのも初めの方は少なかったので、それが起こってしまいました。で、お尻の火傷が落ち着いて、ある程度車椅子に乗って出る時間ができたんですけど、それでも足を下に下ろしてると、なんかどうしても、足さんはやっぱり痛いって言ってるので、牽制も強くなるし、痛みは感じないはずなんですけど、めちゃくちゃ足痛いんですよね、私。なのでその痛みも増してくるので、車椅子に乗ってる時間っていうのもなかなか取れなくてっていうのがあって、今でもお家での安静でいるんですが、日中車椅子に長時間乗ってると、自律神経のせいとは言いたくないんですが、やっぱちょっとぼーっとしてくるな、視界が狭くなるみたいな、その起立性低血圧になってるかなみたいな感じの状態が今でもあります。で、あと汗ですね。寝るときにエアコンをちゃんとかけて寝てるにもかかわらず、朝起きたらもう T シャツびっちゃびちゃなんです。もう T シャツとパンツがびっちゃびちゃになるくらい、なんか尋常じゃなく寝てるときは汗をかいてるっていうのが今の現状なので、ずっと足からの痛い刺激とともに、なんかその神経への刺激っていうのがなんかおかしな状態になってるのかなと思ってます。で、足さんも痛い痛いって言ってるので、足がね、まっすぐにならないんです。寝てる時も痛くて、こうずっと膝が曲がった状態になっちゃってるので、そこも関節が固まらないようにこう自分で、頑張って伸ばしてはいるんですけど、なかなか大変な日々を送ってますね。なんかもう入院、今このコロナの時期で入院してて、私が住んでる地域は
コロナがほぼ出てないので面会っていうのも平日15分制限でできたりはするんですけど、それでもやっぱ外には出れないし、まあ、1階をうろうろすることはできたりするんですけどっていうので、この 1,2 年間活発に動いてきた私にとって、その縛りにどうしてもやっぱこう耐えれなくて、で意外と私、意外とっていうか一人が結構好きなんです。一人の時間がないと嫌だし、一人の空間がないと嫌な人なんですけど、まあ、どうしてもね、その4人部屋なので、周りの方々がいらっしゃるってなると、なんかずっとこう神経が張ってるというか、まあ、そんな感じで、まあ、胃も痛くなっちゃって胃薬ずっと飲んでとかっていう感じで、体のためを考えたら入院してた方が良かったんですが、心のことを考えるともう本当に耐えれなくて退院を選びました。意外と弱子ちゃんね、もう弱子ちゃんなんです心が。だから今この時期に長期入院されてる方の気持ちが分かるというか、もう本当にしんどいですね。本当にしんどい。もっと厳しいところがあると思うので、病気とかで誰にも会えずに入院されてる方々のことを思うと、なんかもう絶対しんどいだろうなって思うし、でもそれにしっかりちゃんと耐えて自分の、怪我とか病気に向き合ってる方々をめちゃくちゃ尊敬するなって今回入院して思いました。まあすいません、なんかお久々すぎて頭が回らない、まあ、今回、こういう退院しましたよっていう動画を配信させていただくんですが、まだその体調が万全じゃないっていうのがあるので、動画の配信、今までやってた火曜日と金曜日の配信のその定期配信っていうのはちょっともう少し様子を見させていただきたいなと思います。なかなかこう動画を撮影するっていうことも難しいっていうのもあるんですが、少しずつ自分の体調と様子を見ながら今後の配信はしていこうかなと思います。まずはでも8月いっぱいくらいですかね、少し様子を見させていただいて、まあ資産がどうなるかにもよりますけど、9月からはまた同じように動画配信できたらなというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。本当にちょっと久々の動画とこうこんなに長時間お話しするっていうこともなかったので、ちゃんと伝わってるか不安なんですし、こうカメラ目線がなかなかちょっと今できないっていうのもあるんですが、まあ、そんな感じで、退院のご報告をさせていただきました。詳しい火傷のことについてと、あと火傷と下半身麻痺のなんかその関わりっていうのをちょっと今回自分で体験してみて思うことがあったので、それはまた少しずつ動画でお話しできたらなというふうに思います。まずは今回は退院のご報告をさせていただきました。 SNS、Twitter とか Instagram ももう全然更新してなかったんですけど、そっちの方も少しずつまた更新していこうと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいということで、はい、ご報告でした。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。